人固定、人固定、人小体は、尿生成の出発点となる袋状の組織。丸 P 固定とも呼ばれる。両生類以降の動物に見られる。以下では、人の人固定について扱う。右腎臓、左腎臓とも内部に、それぞれ約100万個の人固定が点在する。人固定内部は空洞を形成し、そこに露出する毛細血管の塊、 子球体から、ろ過、つまり染み出した液体が、尿の原料、原尿となる、ついち。原尿を生成する機能を備えた器官は、人固定、子球体に限られる。原尿は、人固定に連なる一本の管、尿細管を経て、吸収、分泌過程を経た後、尿となり、最終的には体外に排出される。一体の人固定と、尿細管をネフロンと呼ぶ。 人工体は肥大することにより、減量を腰出す、露化性能が高まることはあるものの、一切再生しない。すべての人工体は皮質に分布する。腎臓の実質は、表面から内部に向けて、皮質と髄質に分けられ、図に、髄質は、外層と内層に、外層は、外体と内体に分かれる。すなわち、四つの層上の区分が認められる。ただし、 皮質と外体の境界は腎臓表面に平行していない。外体の一部が腎皮質に向かって鋭く飛び出して、皮質を皮質迷路と呼ばれる区画に区切っている。このため腎固定は複数の尿細管が流れ込む下、集合管に沿った垂直方向、腎臓表面の方線方向に分布する。集合管を木の幹に例えれば腎固定は 幹の両側に並ぶ果実に相当する。人固定の袋状の部分、球状の外面を構成するのは災害部の基底膜の表面に隙間なく、並んだ外洋と呼ばれる一層、単層の扁平上皮細胞である。人固定に直結する尿細管は同じく一層の上皮細胞からなるが、原量から大量の物質を吸収するため、扁平上皮細胞ではなく、管の内側に向かって、 ブラシ園を備えた立方上皮細胞である。人固定へ流入する輸入細動脈、流出する輸出細動脈は一点に集まり、これを血管極と呼ぶ、図三。血管極は、尿細管の接続口、すなわち尿管極とちょうど逆の位置にある。血管極の両血管の間には、人固定に入る直前の輸入細動脈側に極枕、子急体防細胞が、 輸出細動脈側に、メサンギウム細胞、子宮体外血管管膜が密に集合している。両細動脈と極枕、メサンギウム細胞に接して、塩維磁化尿細管の太い上アンギアの周部が接し、人小体側の太い上アンギアの内壁には緻密斑と、呼ばれる密な細胞が集まる、四。なお、遠維持化尿細管の太い上アンギアとは、腎固底から発した尿細管が、 ヘアピン状の経路を経て戻ってきた部位を呼ぶ、尿細管の末端に近い部分である。人工体に血管局が存在する理由、各種の細胞が密に並ぶ理由は、これが糸球体へ流入、流出する血液、もしくは、ろ過される原料の量や成分を調整する一種の制御装置となっているからである。輸入細動脈から人工体内部に入り込んだ血管は直後に、 糸球体と呼ばれる毛細血管罠に分岐する。毛細血管は人固定内部に直接露出しているのではない。足細胞と呼ばれるシだの養生の細胞に表面を覆われ、足細胞間は一時突起と呼ばれる噛み合わせによって結ばれている。足細胞は球状に糸球体を取り囲んでおり、これを子球体能、もしくは発見者の名にちなんで、傍慢のと呼ぶ。 原料は細胞同士の噛み合わせの隙間から露過されてくる。毛細血管罠を形成する個々の毛細血管同士は、メサンギウム細胞、子宮体内血管管膜によって分離されている。人固定の外用、外面と糸球体罠の関係は、中身がしぼんでしまったみかんとみかんの皮のようなものだ。外洋と糸球体罠の間には、原料で満たされた空隙、すなわち、 子宮対抗、もしくは、傍慢空が広がり、そのまま、尿細管につながっている。血液は体積にして45%の細胞成分と55%の結晶成分から、なる。結晶成分のうち91.5%は、水、7%がタンパク質、うち54%がアルブミン、38%がクロブリン、7%がフィブリノゲン、 1.5%が、電解質、栄養素、ガス、ビタミン、代謝産物である。細胞成分とタンパク質は、子宮体属細胞の感激を通過できないが、アミノ酸を含む、その他の物質はろ過される。表1。表1では、子宮体ろ過量を180リットルとして計算した値だ。糸球体でのろ過量と膀胱へ向かう尿中への排出量が異なるのは、 尿細管の様々な部位で、核物質の吸収や分泌が起こるためである。例えば、人固定を離れた直後、近畿極尿細管では、水の65%、グルコースとアミノ酸の100%、ナトリウム4、カリウム4それぞれの65%を再吸収している。飲食や出血などにより、細胞が痛い液の4バランスが崩れた場合、死急体露過量を増やすか、もしくは、 尿細管の各部位における吸収、分泌の速度を以下に示すホルモンによって変化させることでホメオスタシスを保っている。ネフロンに対するホルモンの制御は4種類に分かれる。アンギオテンシン E、アルドステロン、心房性ナトリウムリ尿ペプチド、氷尿ホルモンである。は、尿細管に機能する。のアルドステロンについては後ほど触れる。 は血液量の増加を抑える機能がある。血液量が増加すると心臓が進展し、心房細胞から心房性ナトリウムリニオペプチドが分泌される。同ペプチドは尿細管におけるナトリウムイオンの再吸収を抑制することに加え、子宮体ろ過量を増大させる。この結果、水、ナトリウムイオン、塩化物イオンの再吸収量が減少し、尿中に排出されるため、 血液量が減少する。先ほど触れた血管局では常時血液量と血圧を監視している。極枕、メサニウム細胞、緻密ツの3組織は哺乳類に特有の組織であって脱水、ナトリウムイオン不足、血圧低下を検知し、レニンと呼ばれるプロテアーゼを分泌する。レニンは血中でアンギオテンシンアイを形成する反応を促す。 肺を通過した血液では、アンギオテンシン転換酵素が不活性なアンギオンシン I を活性型のアンギオテンシン i E に変換する。アンギオテンシン i E は、副腎皮質に作用し、アルドステロンの分泌を促す。アルドステロンは、複数の尿細管が流れ込む集合管に作用し、ナトリウムイオンと塩化物イオンを再吸収させ、カリウムイオンの尿中への分泌を促す。 ナトリウムイオンに引きずられて、水の再吸収率が高まり、血圧と血液量が回復する。これで、ホメオスタシスが保たれたことになる。輸入細動脈、輸出細動脈とも、交換神経繊維からの信号によって、血管収縮を起こす。従って、安静時には、血流が増え、尿量は増す。運動時、出血時には、交感神経繊維の活動によって、 血管、特に輸入細動脈が収縮し、人固定に流入する血流が減少する。このため、尿量は減少する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。